心者向けのドラの年賀状を書いていきますね。まず最初に松竹梅を書いていきます。その後虎と画商、そして最後に虎年を書きますね。今回の松竹梅は模様のように薄くて邪魔にならないような感じで描きますね。同じ色で縁取りを描いておきます。次は竹です。葉っぱですね。これも縁取りします。次は梅の花です。これは紅梅を使っています。岩彩ですね。左隅に達観のように虎という漢字を書きます。同じ筆で今日は画商と書きますね。松竹梅の中にシルバーのボールペンでちょっとお化粧しますね。そして最後に黒のボールペンで大きく虎年と書きます。こちらは迎春と書いて虎も漢字ではなく虎の肉球を書いてみました。皆さんもお好きな文字でお試しくださいね。